はい、おやした。私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。なんと本日の動画はとうとうやっちゃいました。なんと音声が取れてません。ソニーのアクションカメラ確認ができないんですよね。残念ですが気を取り直してナレーションでスタートです。そして本日の予定大きく変更です。それは予定としては宮崎県をぐるっと回って臼杵港から愛媛県の八幡浜へと渡る予定でした。なんと宮崎県が雨、強い雨、ずっと雨、いくら大さんが強いと言ってもここでパンヘッド君が止まってしまってはどうにもありません。木曜日からの仕事の予定がどんどん入ってきてます。急遽予定変更して熊本を通るいつものルートに行きました。私にとって熊本は思い出深い町です。そう、5年前高速のトンネルの中でエンジンが止まってしまった時に助けてもらいました。それは熊本市にあるにお店を構えるグッドモーターサイクルさんです。今回は寄らない予定でしたがやっぱり行かないと帰れないようですね。お久しぶりです。はい。去年は来れなかったんで東京の方行ったんで。いや。年末かな。サプマリン。聞きました。あれ。どこ？ホットロット。聞きました。すごい酔っ払っとったよ言うて。朝からバリバリなの。朝から帰ればずっと。そうね。気分悪い。もう本当に24時間の。あ、そう。はい、今、熊本のグッドモーターサイクルさんに来ています。こちらですね。バイクだ。こんにちは。あ、バイク来ました。かっこいい。広島から来ました。今プライマリーチェーンが緩んでガチャガチャ中で暴れてケースに当たっていたのでちょっとそれを調整してもらってます。自分でやろうかなと思ったこともあったんですけど結構めんどくさいなと思ってやらなかったんですけどすごい素早く今やってもらってます。このグッドモーターサイクルさんはちょうどあれ5年前ですよね。5年ぐらいですよね。5年ぐらい前にこちらで熊本のトンネルの中で、あの時はショベルヘッドに乗っていたんですけどあれが止まってしまってトンネルの中で、SOS で、まあ、ここで来てもらって取りに来てもらってその場で直してもらって広島まで帰ったっていうのでこのお店に来るようになりました。もう知らない土地に来てバイクが止まったらものすごく心細かったのでもうあの時はもう神様に見えました。
今はそんな神様じゃない仏様ぐらいですけど死んどるかな、うん、なので、今回もちょっと気になるところを直してもらって広島にまた帰りたいと思います。サイドバックがないと青いフェンダーがすごい目立つな。はい、ここでまた音声が取れてないのでナレーションにしたいと思います。このグッドモーターサイクルスの、店主さん、すごいいい雰囲気持ってる人なんですよね。喋ったりするのはあんまり上手ではないと思うんですけど、なんかにじみ出るものってすごいんですよね。それにオートバイの知識とテレビの経験っていうのはすごいある人だと思います。それはもう話したり、あの作業してる風景見てすごいわかります。すごいんです。そしてここに来るお客さんもみんなすごい気さくでいい人なんです。私みたいに全然知らない人でもみんなが声かけてくれたりとか、今日はちょっと少なかったんですけど、いつももう少し人数が、いつも来られてるかな。それに一切宣伝してないのに紹介とかでどんどんお客さんが増えていくそうです。やっぱりいい人の周りにはいい人が集まるんだなって思います。はい、今久留米の手前の、山川パーキングくらいなのね、顔がこちら、こちら山川パーキングに入ったんですが、ここなんで入ったかっていうと、すごい向こうに雨雲が見えたんです。なのでちょっとすぐパーキングがあったので入って、雨雲レーダーを見ると久留米のもう上真っ赤だったんです。で、レーダーを進めさせていくと15分、まあ、30分ぐらいすると消える予定だったのでちょっと待ってたんですが、今また見てみたら全然雲がなくなりそうにないので、もう雨を迎え撃つということで、こういう格好でこれでですね、雨を迎え撃って突破しようと思います。雨の中走るの結構嫌っていう人多いと思うんですけど、まあ嬉しくはないんですけど、雨が上がった後に乾くっていくときすごい気持ちいいんですよ。ちょっとなんか変な感じですけど、あれ一回体験するともうやめれないというね、行っちゃおうじゃねえかみたいな感じになります。ということで、これからもうカメラもちょっと防水ケースに入れたりするのはもう荷物も試しようにもうしているので、もう出すのめんどくさいので、ここからは映像なしで突入していきたいと思います。でまた雨抜けて着いた時にまた動画撮りたいと思いますので、行ってきます。はい、到着しました。結局雨降らなかったですね。なので、カメラをつけてなかったので、もう現地到着しました。そして今日泊まるホテルはこちら3日間ともホテル AZ ということで、今日3日目は山口の下関まで戻ってまいりましたということで、今日の動画を終わりたいと思います。結構毎日アップするの大変だということがよく分かりました。でも、まあ、2時間ぐらいでアップできるんで、やり方によってはもうちょっといろいろ、まあネタがないな、そんなな、たくさんアップしようと思ってもね。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。はい、太平洋戦争の歴史をたどる旅、3日目終わりました。明日は帰るだけとなります。ですが、いろいろ見て感じたことをもう一度冷静になって考えて自分なりにまとめてみたいと思います。明日どんな動画アップしようかな、ちょっと悩んでます。ですが、まあお楽しみに。